ロディオニアーコブレビチ・マリノフスキーは、ソビエト連邦の軍人、政治家。最終階級は、ソ連邦元帥。陸軍総司令官、フルシチョフ、ブレジネフの時代に、国防大臣を歴任した。1898年11月23日に、ロシア帝国のオデッサで、ユダヤ系農民の家庭に誕生する。12歳で学校を辞め、農民や、 メッセンジャーボーイとして働いた。1914年に第一次世界大戦の勃発と、共に、ロシア軍に志願し、機関重視となる。負傷や上等兵への昇進を経て、ロシアフランス派遣軍の一員として、フランスに赴く。1917年の10月革命に同調したため、フランス当局に逮捕された。 1919年8月にロシアに戻ると赤軍に投じ、ロシア内戦の終結まで極東で、コルチャーク軍との戦闘に従事した。1926年にソビエト連邦共産党に入党した。1927年に大隊長となり、フルンゼ軍事大学で学び、1930年に卒業した。第二騎兵士団参謀長。 師団長を歴任し、4年間の参謀本部勤務の後に、ベッサラビアで、騎兵軍団長に就任した。スペイン内戦では、共和国軍の軍事顧問を務め、マリーの大佐と呼ばれていた。その後少々に昇進し、フルンゼ軍事大学教官となる。第二次世界大戦中の1941年に、オデッサ軍管区の第9独立軍第48軍団長に、 任命される。同年6月の独ソ戦開始後、8月には南部戦線で第6軍、12月から第12軍の指揮を取った。1942年には第2新英軍を指揮し、スターリングラードの戦いでドイツ軍を破った。この戦いが終結した後の1943年2月から上級大将に昇進して南部戦線司令官となり、 さらに戦局の推移に伴い、南西戦線、第二ウクライナ戦線、第三ウクライナ戦線を指揮し、ルーマニア・ハンガリー・イスロバキアへの突破に成功した。1944年9月にソ連邦減衰に劣せられ、ルーマニア軍の降伏を受け入れた。1945年4月に連合国のルーマニア管理委員会委員長を務めた。1945年8月に、 ザバイカル戦線に移動となり、日本軍との戦いに従事した。終戦後、ザバイカル軍管区司令官。1946年より最高ソビエト大議員。1947年にソ連極東軍総司令官に就任。朝鮮戦争の際は中国人民解放軍や朝鮮人民軍と緊密な連携を持った。1954年に、 極東総軍が解散したため、極東軍管区司令官に転じる。1956年3月に、イワン・コーネフの後任として、陸軍総司令官、国防第一次官に就任。翌年に、ゲオルギー・ジューコフの後任として、国防大臣に就任した。1959年に、ロシア共和国際公会議大議員を兼任した。1952年には、 当中央委員会委員候補、1956年に中央委員会委員に選出された。勝利勲章の数少ない受賞者であり、ソ連邦英雄を2回受賞した。その他に、レーニン勲章、一等スボーロフ勲章、クトゥーゾフ勲章、セイゲオルギー勲章など受勲は多数である。晩年は、糖尿病と心臓の持病に苦しみ、 国防大臣に在任したままモスクワで死去した。死後検証のため戦車学校やオデッサ主義児童に彼の名が冠せられた。ライサ夫人との間に三男カズメがいる。ありがとうございます。